今日県庁では退職者の辞令交付式が行われ、今年度で県庁を退職する24人に辞令が交付されました。退職者を代表し10人に玉城知事から辞令が手渡されると、会場は大きな拍手に包まれました。部長職で過ごした2年というのは非常に私の中にも色濃く残っている2年間だったかなと思います。至らないところは多々ありましたけれども、もう走り抜けたっていう感じですかね。こんなに皆さんに祝福されてですね、おめでとうと言っていただいて、もう思い残すことはないです。あとは後輩のために応援団になっていきたいなと思ってます。ここまで頑張ってくださったので、次あとは好きなように、私が頑張りますので、はい、次は頑張れ頑張れお疲れ様でした、はい、ありがとう公務員の定年は今年度から2031年度までに段階的に65歳まで引き上げられる予定で、今年度は61歳が対象となりますが、辞令を交付された24人はいずれも定年を前に退職するということです。警察官や警察職員ならではの引きこもごもの経験をするなど、思い出深い有意義な警察人生でありました。一方、県警察本部でも40人の警察官らが退職を迎え、辞令が交付されました。よく同僚とか先輩方、そのためのおかげで41年間そういうことができました。一番もらったんじゃないかな警察官としてお父さんはどういうお父さんですか？かっこよかったですですね、ずっと苦労かけたもんですから感謝ですけど、いや、尊敬します。超えられないです。退職者たちはおよそ40年にわたる警察人生を振り返り、晴れやかな表情で職場を後にしました。